すると6人のお地蔵様はおじいさんとおばあさんの住んでいる家の前までドスンドスンドスンと歩いてやってき、そしてそれぞれが手に持ち肩に担いでいる荷物を下ろしながら口々にいろんなことをしゃべりました。もう疲れるわ、雪だかほっぱしっとい、お前歩くのお前早すぎんねや、前へ行くの早いに気をつけてくれな、困るわ。もうそんなこと言うでもお前なん言うと、お前俺なんかずっと後ろからついてきてばっかり、今日はたまたま前に行っとんねやねんか、お前なんてシルクケツさらじゃお何言うとんねん。いやーみんな元気大丈夫、とにかくワッと乗ってきたから下ろそうか、小判とかみんな適当に前置きや、あほんで君それな、お米水濡らしたらあかんで、湿るからカビ生えるから、お米なんか引いて、その熱々そう着物も君濡らしたあかんで、君もちゃんとやらなあかんで、あそれぞれ置いたかと口々にこんな声で言ったかどうか分かりませんが、荷物をどさっと下ろしました。そしてお地蔵様の姿が見えなくなりました。ドスンドスンと去っていき、おじいさんとおばあさんはその後ろ姿、去っていく後ろ姿を見ながら手を合わしながら、ありがとうありがとうありがとう浜村淳です、もうこれはいらない。さあそして夜が明けてお正月の朝が来ました。二人はお地蔵様が置いていってくれたお宝の数々、お米やお餅、そしておにしめ、それを食べながら真新しい着物を着て、素晴らしい素敵なお正月を迎えたとさ。